まあ、厳しすぎるというか、もう少し日本人を信用したいんじゃないかなと思いますよ。実際に、実際にできてね、いや、これ3回というのは、3回も行かない人ばっかりだと思うよ、普通は。だって毎日、仕事してるもん毎日行かれんでしょ、そんな。やっぱり行けたとしても、入場料もいるんだから。まあね、土曜日、まあ土日休みやったら金曜日の夜。うん、で、もう一日土曜日いてと、まあ、そのぐらいの月曜日が仕事やから、大体ね、だから、もう実態としては、日本人が出入りするには、もう3回の範囲ないだろうと思うけど、もうこれ、大人が行く施設なんでね、もう少し日本人を信用してね、何からこういうもので、規制までするというのは、まあ、ちょっと、こうあまりにも、こう大人を幼稚扱いしてるのかなとは思いますね、うん、ただ、まあ政府も、依存症対策の一つとしてね、そういう見える形の規制が必要だというのは分かるけどね。